この前、リスナーさんからいただいた紙イラストを紹介していくという動画撮ったと思うんですけど、まあ、その撮影中にこの企画思いつきましたね。題して、天馬司そこにおったんかです。はい。いや、違うキャラクターも全然紹介するんですけど、圧倒的に天馬司くんがそれしてたんで、まあ、一応、初っ端から結論申しておきますと、天馬司くんが優勝です。うん。ただ、まあ、僕なりに探させていただきました。プラス、個人的に好きなイラストなども、ちょこっとだけご一緒に見れたらいいなと思います。あ、申し遅れました。画面越しの YouTube ユーザーの皆さん、こんばんは、おっぴーです。はい、ということで、まず、まあ、例題というか、簡単なね、あ、ここにいたんだ、的な、もので言いますと、こちら、天馬司くんの星音イラストなんですけど、アキトくん、トウヤくん、そして水木くんが、めちゃめちゃ好きなイラストなんだけどね、これ。まあ、こんな感じで紹介していこうかなと思います。はい、ありがとうございます。もう、トウヤくんにね、目が行くと思いきや、トウヤくんの目線を見ると、小羽ちゃんがね、笑顔で、満面、めっちゃ可愛いよな。優雅にコーヒーを飲んでいるか、冷めるのを待っているトウヤくんですね。はい、それではこちら、結構有名なね、イラストなんですけど、みのりちゃんが大の字で、生配信中に大の字で空を見上げてるというイラストです。日の森静子お姉さんに目線が行きがちですが、実はね、コメント欄でそこ触れられてないのもちょっと怖いけど。はい、ありがとうございます。個人的に好きな M ちゃんですね。めっちゃ可愛くないこれ。まあ、確かに天馬司、あそこいたんだとはなりますけどね。はい。司くんが少し困ったような表情でね。なんで困ってるんでしたっけ？このパンダの乗り物自分が乗りたかったりしたのかな？さあ、こちらメイコお姉さんの初期の星さんなんですけど、かっこいいよな、これ。手がかっこいいんですよ、ミクの。ビビバスミクが逆側でっていうイラストなんです。この逆側のイラスト確かないよね。ニゴミクしかミク関係の初期ってないんで、まあ、もしビビバスミクの初期イラストがあったとしたら、まあ、逆側のイラストになってたんじゃないかなと思いました。っていう一枚のイラストでつながりを考えたらこちらですよね。ビビバスキャラ、小羽ちゃん、そしてアンちゃんの初期星さんイラストなんですけど、実はこのイラスト後ろにアンちゃんがいますよね。ただ、アンちゃんの星さんを見ますとこんな感じで、小羽ちゃんがポージングがね、全く一緒なんですよ。なので、同じ一枚を二つに分けてイラストとなったと。いやー、このプロセカ運営のイラストの感じね。めっちゃ好きなんですよね。さあ、それでは草薙ねねちゃんの初期イラストなんですけど、まあ、後ろにね、天馬司くんの足が、天馬そこにいたんかと。はい。でね、こう見ると、ねねロボってユニットストーリーとか見ると、相当でかい印象を受けると思うんですが、実はね、天馬の、まあ、腰より低い位置ぐらいに頭あるんじゃないかなって予想できますよね。はい。実はねねロボちっちゃかったっていう。あ、こちらは前回動画でも紹介させていただきました。イラストというか、ユニットストーリーの最初に流れる一枚絵なんですけど、実はここに、アキトくんが、いるというイラストでございます。アンちゃんとアキトくんは同じ日に同じ夢を掲げたと。わはー！さあ、それではサクサク行きましょう。いい笑顔天馬がいます。はい。そしてこちら、ホイミク星音特訓後イラストなんですけど、ホイミクに目線が行きがちですが、実は、天馬がいると。実はツリーの天馬がいるっていうね。何この手の角度。ちゃんと可愛い仕草してるんですよね、ここの天馬くんは。そして、ルイくんの特訓後イラストなんですけど、実はねねロボの上に、ねねちゃんがおそらくいると思うんですけど、右を見ると先ほど可愛い仕草をしていた天馬が満面の笑みの天馬になってます。こちらですね、想像以上に飛んでます。あ、後ろ支えられてんのかな？いやでも、想像以上に飛んでますね。